秀吉様に生涯を尽くし槍を振るい続ける男、忠義を尽くして城を築く加藤清正。皆の衆、名古屋城へよう参った。わしが加藤清正である。こたび加藤清正様に付き従いしは足軽陣が隊夏にございます。我ら名古屋おもてなし部将隊、はあ、皆の衆こんにちは。声が小さいの皆の衆こんにちは。こんにちは。まあぼちぼちでとるな。さあ改めて名古屋城へよう参られた。我らが名古屋おもてなし武将隊であるが、我ら名古屋おもてなし武将隊のことを初めて見た聞いたといったものは手を挙げよう。どうじゃ。おう、素直じゃな。それでよいんじゃぞ。さあそういったもののためにな、我らは空番を用意しております。さあこちら気になるよというものはな、ぜひ手を挙げてな、もらってもらいたい。さあではな、口頭でも説明出すが、我ら名古屋おもてなし武将隊は愛知名古屋にゆかりのある6名の武将、そして余命の陣笠計10名にて、名古屋を世界一の観光都市にすべく日々様々な戦をしており申してらはな、平日はこういって一武将一陣笠にてこの名古屋城内を歩き、港と交流を深め、して土曜日曜祝日は我らは演舞と申してな、盾あり舞あり太鼓あり寸劇ありというのを披露いたしておると。してそれだけにあらず、我らは全国を回っておる。北は北海道、南はわしが治めた熊本、はたまた世界へと参りて愛知名古屋の魅力を発信いたしておる物の不集団であるが、我らもな、そういった愛知名古屋の魅力や歴史を伝えるべく再びこの現世によみがえっておるが、してこたびはこの愛知名古屋の町というのはな、やはり日の本の芸事というのが非常に栄えておった。してこたびは瓦版を配っておる陣笠隊の夏が、日の本の伝統芸能でござる講談を用いて6月に完成公開いたした後ろに見え申す本丸御殿、お茶の話を面白おかしくな皆に知ってもらおうと、そういった試合にござるといった試合にてな、聞きたいよといったものはな、もうちょっと近寄ってもらいたいな、こちらに行くよと。今敷居が上がりましてございます。棚上げどんどんしてまいろう。よし、ではこちらまでな。俺そなたらも、俺そなたらもな、俺ほれ参れ参れ。ほじゃほじゃ。さあしてな、この夏の講談が終わったのちは、わし加藤清正が直々に本丸御殿、こちらのな魅力というのをちどばが説明をしてまいり、そののちはわしが担当いたしたこの名古屋城の天守の石垣を背景に記念の写し絵を撮ってまいろう。では夏、準備はできましたか。よし、ではわしはこの特等席で見るといたそう、うん、ではみなしも拍手で出迎えよう。夏の講談の始まり始まり。ありがとうございます。ではいただきまする。やあやあやあ、遠からん者は音にも聞け、近くばよって目にも見よう。我こそは尾張の国の住人、名古屋おもてなし武将隊陣笠隊夏にござりますね。ありがとうございます。ありがとうございます。申し訳ございません。ありがとうございます。これより400と46歳の老体に鞭を打ちまして、公爵かればするゆえ、ご用途お急ぎでない方はどうぞお近くでご覧ください。さあどうぞ近くに寄ってお聞きくださりませ。ではでは、本丸御殿始まりでございます。時は慶長20年1615年4月の12日、徳川家康様はこの日朝から落ち着かなかったそうでございます。まだかまだか、姫はまだか、春姫はまだかいの。そのうちいても立ってもおられず、工事中であった名古屋城二の丸に忍び込み、羊猿やぐらに上がられました。あ、ちなみに羊猿と申しますのは昔の方位で西南を意味する言葉でござりますから、かつて愛知県体育館の裏にありました二の丸西南住屋蔵のことでございます。おー
矢倉に上がった家康様は思わず声を上げました。そこにはこの世のものとは思えぬほど美しい光景が広がっておったのでございます。その行列たるやお供の女中は籠50丁に加え馬上に45人、調度品の長持ち300竿、先駆けの中元100人がそれぞれ銭一貫本、今の10万円分ほどでございます。これを真っ赤な縄に通して肩にかけ、その後に続くのはお道具の列、金銀に輝く花嫁の腰、医師茶道の面々からお供の諸士と、その行列は熱田港から名古屋城までずーっと延々数十兆にも及んだそうでございます。そう、この日は徳川家康様最愛の息子義直様の結婚式でございました。慶長20年と申しますれば名古屋城はほぼ完成しておりまするが、名古屋の町は建設ラッシュでございました。あっちでもこっちでもトンカントンカン工事が進んでおりました。その中をまるで天女が舞い降りたかのような華麗なる集団がしゃなりしゃなりと本町通りをこの名古屋城に向けて進んでおったのでございます。なんでもその時の春姫道中が今の名古屋の派手婚のルーツとも言われておりまする。さて、この義直様、慶長5年、1600年の関ヶ原の戦いの直後にお生まれのお子様でございます。家康様は、縁起の良い子じゃ、と言うて、まあ、それはそれは可愛がっておられました。隠居先の駿府に住まわせ、じっくりと帝王学を学ばせられました。それもそのはずでございます。家康様には11人のおの子がおりましたが、長男信康様は信長様の命で自刃、次男秀康様は秀吉様の養子に出され、あ、三男はちと飛ばしまして、四男忠義様は関ヶ原の戦いの傷が元で死去、五男信義様は武田家を相続、六男忠輝様は素行不良ゆえ疎んじられ、七男と八男は赤子の時に早死にした。結局残ったのは三男秀忠様と九男義直様、十男頼信様に11男頼房様の4人だけ、つまり将軍家と御三家だけでございました。徳川家の未来はこの残された4人に託されたのでございまする。さて話は戻りまするが、春姫様ご一行はこの後西黒金門、現在の二の丸大天二の門を通り名古屋城へ入城し、2月に完成したばかりの本丸御殿に到着。御殿の前には名古屋城の若き主義直様が待っておられました。遠路はるばるよう参られた、今日からこの御殿がわしらの新居じゃ、ゆるりとされるがよろしい。まあ素敵、ピッカピカだがね。もうお張り言葉まで習得されて、これは頼もしいという会話があったかどうかは分かりません。とにかくこの本丸御殿の対面所にて、義直様と浅野利長様の娘春姫様の結婚式が行われました。義直様16歳、春姫様14歳の春でございました。めでたしめでたしと、ここで話を終わらせたいところではござりまするが、実はここまでが表の話、この縁談には裏があったのでございまする。この年から1年遡る慶長19年、1614年大阪の豊臣家と江戸の徳川家が全面対決をした大阪冬の陣が勃発。それ以前から家康様は是々城、加納城、二条城、伏見城、彦根城、桑名城、笹山城、丹波亀山城と大阪城を包囲する城を築き、大阪に圧力をかけておられました。その最後の砦としてこの名古屋城を築かれたのでございます。秀吉様の天下の城大阪城をはるかにしのぐ名古屋城を築くことによって、
天下が豊臣から徳川に移ったことを知らしめたわけでございます。そのクライマックスとして開かれたのが徳川家と浅野家の縁組でございました。もうお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、浅野家は秀吉様の奥方ねね様のご実家でございます。つまり秀吉様の奥方ねね様も徳川方についたということを象徴しておるのでございます。それだけにこの本丸御殿もただの和風建築ではございません。あの臨職家徳川家康様が天下を取るために清水の舞台から飛び降りたつもりで金と人材に糸目をつけずに築いた御殿でございます。姫路城や二条城が世界遺産に登録されておりまするが、名古屋城の天守と本丸御殿がもし残っておれば、その2つに先んじて世界遺産に登録されておったことでございましょう。それほどすごい建築物でございます。作事奉行は江戸最高の芸術家小堀遠州様、設計は日光東照宮江戸城知恩院で知られる法隆寺の番所中井正清様、大工頭は信長様の安土城を築かれた岡部御一門、花天の城という映画にもなりましたのでご存知の方も多いかとは存じまする。障壁画は天才加納太夫様を筆頭とする日本最大の絵師集団加納派、もちろん彫金や細工など細部に至るまで東大随一の名人が担当した文字通り城郭御殿の最高傑作でございました。外見は質素でござりまするが、中は目がくらむほどの金ピカでございます。いかにも名古屋らしゅうござりましょう。いわば黄金御殿でござりまするな。金のシャチホコに黄金御殿、これぞ今の名古屋につながるアイデンティティというものでござりまするな。その本丸御殿が建設当時のまま復元され、誰もが気軽に見学できるというのでございますから、今はなんと幸せな世でございましょうか。当時は殿様と将軍様しか入ることを許されなかった、それはそれは格式の高い建物でございました。さてさて、義直様は新婚生活もほどほどに、4月の16日には名古屋を出発し、伊勢路を経て大阪へ向かっておられまする。そして5月の7日、ついに大阪城が落城し、秀頼様と淀君様親子が自陣、豊臣家が滅び、元号が慶長から元名に変わりましてござりまする。この日家康様は元名演武を高らかに宣言されました。元名演武とは武器をしまい平和な時代を築くという意味でござりまする。信長様の天下布武で始まった三英傑の戦いは家康様の元名演武で完結したわけでござりまする。名古屋城の天守と本丸御殿は戦国時代の終焉を告げる平和な時代の象徴だったと言えまするな。後々上洛殿をめぐって三代将軍家光様と義直様が対立する話へとつながるのでござりまするが、今日はお時間いっぱいでござりまする。またこの続きは別の戦場で、名古屋おもてなし武将隊陣笠隊夏が読む本丸御殿の一席読み終わりでござりまする。かたじけのうござりました。皆の衆、夏の講談はいかがであったか。ありがとうございます。ありがとうございます。こういった風にな、この日の本の伝統芸能の講談を用い、そしてなおかつこの名古屋城、そして尾張名古屋の魅力を発信するというのがな、新たに我らも今後やってまいりたい所存といった次第にてな、たった際また皆しもも足を運んでもらいたいとして、先ほどもな本丸御殿を話をいたしており申したがな、まあ、補足情報を参るけども、この中で本丸御殿もう見たわというもの手を挙げよう。もう見たわ、ちらほらほらほら、いやまだ見ておらんわ。そういったものはどうじゃ。まだ見ておらん。ほう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 。そういったもののためにな、改めてかいつまんでこちら説明いたすと、この本丸御殿というのはな、将軍家が住む場所、まあ屋敷じゃ。
そして祭りごと政治を行う場所でござった。しかしながらな、その当時の藩主徳川義直様というのが二の丸の御殿の方に引っ越されてしまわれた。故にその後は将軍家の宿泊施設に変わり申したと。故にな、こちらというのは主に我らの時代では現世で申すならば最高級のホテルなるものに近いものであると。して先ほど夏がな、この表は少しばかし質素やもしれんと申したが、よくよくこの屋根を見てもらいたい。これは他のな屋敷であったりそういった城の屋根とは違う、こけら葺きと申してな、薄い木の板はおよそ 2,3 ミリのものじゃわ。こちらを何層も積み重ねて作っておるものでござってな、こちらは主に公家だ、公家の屋敷で用いておった。故にな、その当時徳川家がいかに力を持っておったのかというのを知ることがかなうこの屋敷にて。して中に入ればな、豪華絢爛な金要素見えるけどもな、やはり中に入ってしまえばそういったものばかりに目がいってしまいてな、結局知識がなくばただただ美しかっただけで終わってしまうやもしれんので、やはりな、そこは知識を持った上で入り見てもらいたいと。してこたびわしがおすすめいたすのはな、絵、先ほどが夏も申しておったこの狩野派の絵師たちが描き師絵、こちらもな、これ全て意味があります。動物にもそして絵にも位がござると。そもそもこの本丸御殿みなしもも入ったものはな分かりやもしれぬが、玄関口というのがござる、車寄せそちらから見てまいるんじゃが、そこは客人を出迎える場所でござってな、奥に奥に進むにつれようやっとな、こういった身内の部屋に変わってまいると。えに、そうすることにな、よりて徐々に徐々にな、この屋敷の中の部屋の出入りのも位が上がってまいるわけじゃ。例えば天井であればな、奥に進むにつれ徐々に徐々になきめ細かくなり、折り上げ二重折り上げなどと上に絵を描くほどのものがござると。しかしながらな、絵にも全て移り変わっていく姿にな、それも位がござると。こちらさまざまな我らも本丸御殿を周知しておる際に、こういった写し絵写真にてな、竹林標高図、こちら虎の絵というのはな、皆しもも印象深いやもしれぬが、元素のものはな、やはりきらびやかなものがな、豪華だとそう思う印象が多いやもしれぬが、それだけではござらんと。実はこの本丸御殿内、この虎の絵というのは実は序列は低いんじゃわ。暗いといえば四足歩行の動物というのは低い、その次に鳥な、二足じゃろう鳥、そして花、その次が人々の姿を描いた風俗図、そして一番上が一体何であろうかと。これは水墨画であると。我らの時代の狩野派の絵師たちにとって水墨画というのが最上のものであった。故に上洛殿に参る際、多くの者はな、美しき欄間に見とれるやもしれんが、そこはそれだけにあらずと。そこはしかとな、こういった水墨画で描かれしな、この波打つ絵というのもしかと見てもらいたいと。して絵というのもな、意味がござると。竹林標高図というのはな、虎のつがいを描いておる。といってもその当時の虎のメスというのはわしらの時代ではな、実際日の元に虎はおらんので豹だと勘違いしておったと。故にな、わしらの時代とよって虎と豹の二頭が描かれておるけども、実際は意味というのは虎のつがいが描かれておると。やはりつがいがおれば子が生まれるであろう、故に子孫繁栄を意味しておると。して奥に進んでまいれば松の絵というのも描かれておるな。こちらもな、やはり松の絵、これ縁起物でござるが一体何じゃろうかと申さば、松という木はよくよく見てまいるとな、春夏春冬変わることがないんじゃわな。故に不老長寿であったり移り変わることのなきようそのままこの保っていってもらいたいと、そういった繁栄の願いも書かれておったと。して飾り金具、こちらもな、上洛で参る際になよう見ておると、どうやらブドウとリスのそういったな絵が刻まれておるが、なあ皆しもも一体これは何なのかと疑問に浮かべながら帰ってしまうやもしれんのでな、先に言っておくが、これリスというのもな、子が行さん生まれるんじゃわな、故に子だくさんという意味がござりて、してブドウの実というのも行さん実がなっとるじゃろう、故にこちらにもな、子宝に恵まれますように、そういったな思いが刻まれておると。故にそういった知識を踏まえ、この本丸御殿をな、まだ入っておらぬというものはな、そちらを見ればなお面白く、そしてまだ一度二度しか行っておらん、そういったものはさらに知識を得て進むことによってな、先ほどまで己が自身が知らんかった
知識というのをな得ることが叶うと。してこたびな、さまざまな民が足を止め聞いてくれ申したけども、こういった知識というのはな、やはり自分だけのものにしておくのはもったいのござる。故にな、そういった小野川自身の周りの者たちにも伝えるとよい。そうすることによってな、小野川自身の耳で聞き、そして学び、小野川自身の口で言葉に出し、他者へと伝えることによって、その得た知識というのはな、小野川自身のものとなる。故にな、そういったものを周知をいたし、そして自分自身も身につける。まさに一石二鳥であろう。故にな、今後ともな、そういった日の本の歴史、こうして名古屋の歴史を学びて、また名古屋城に来てもらいたい次第。ならしいこたびは悲しけのござった。さあ、といった次第にてな、これよりは、わし加藤清正と共にな、このわしが担当した天使の石へ古天使閣を背景に記念写真列を作ってまいろうではないか。無論銭もかからん。講談は銭を取らんのに写し絵が取るのか。そんなことはない、すべて無料じゃ。さあ、ではな、この後夏が列勢に参るので、夏の言うことにな、聞いて列を作ってもらいたい。それでは出陣の儀でやる。時の声を上げてまいる。わし加藤清正がいざ出陣と申さば、武士らは拳を掲げ、おうと大きな声を上げよ。羞恥心を捨てよ。では参るぞ。写真撮影会、いざ出陣。おお、いざ出陣。おお、しては夏やれ、せよいたせ。かしこまりました。さあ、これより清正様を先頭にしていただいて、一列列を作ってまいります。お時間のなき方や、ちょっと次のところに入